ブリンスクの紋章ブリンスク、あるいはブアは、ロシアのタタールスタン共和国西部にある都市。ボルガ川よりも西にあり、ボルガの右支流、スビアガ川の左支流、カルラ川の左岸に立つ。ブリンスキー地区の行政中心地でもある。隣の千葉市共和国にも、同盟の都市型集落が存在する。タタールスタンの首都火山からは南西へ137キロメートル。 手中市からは西へ 45km。人口は2002年国勢調査で19736人。ブリンスクが文献で最初に研究されるのは1700年のことである。市となったのは1780年のことであった。ブリンスクという名はタタール語の守りという語に由来する。ブリンスクには復元されたイタリ生産者聖堂及びモスクがある。 1994年には、歴史博物館も開館した。ブリンスクは、食品工業や醸造業などが集積する。加えて、繊維工業などの工場も立つ。火山に向かうロシア連邦道路 M7 が走るほか、火山からスビアジスクウリアノフスクシズラニサラトフ、ボルゴグラードへとボルガ川の右岸を走る鉄道が、通っている。ありがとうございます。